こんにちは。デザインペインターの大浦幸子です。10月29日の火曜日に開催する秋のハロウィンセミナー&パーティーで、私と一緒に高子先生のもとで、学びを深めている仲間7人が、自分の経験談をもとにお話ししてくださる時間があります。今日はその中のお一人の松尾美香子先生のご紹介です。松尾さんはアメリカンパイ専門教室を立ち上げておられる方でございます。どんな発表かと言いますと、何が何でも毎日書き続けたメルマガが救ってくれたことっていうお話です。これね、何が何でもがすごくポイントですよね。今日は書くネタがないからやめようとか、あんまり配信しても反応ないから書くのやめようとか思っちゃいがちやと思うんです。それでも何が何でも毎日とにかく書き続けていたら、松尾先生はある大きな結果生んだんですよ。それをお話ししてくださるそうです。とにかくやっぱり今までみんな共通してるんですけど、コツ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 ですね。一歩で大きくドーンっていく人ってやっぱりいないんだなと。陰で見えないところでコツ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 絶え間ない努力をされてるからこそ、ちょっとずつちょっとずつ生徒さんとの信頼もつながって、この先生に習いたいって思ってもらえる価格じゃない人についてる生徒さんが集まっている先生方がこのパーティーに集まってきてくださってるなって思います。なので松尾先生のお話も皆さんの参考になると思います。ぜひご参加いただき、実際その場で空気を感じて聞いていただきたいなと思ってますので、ご参加お待ちしております。